命をかけた勝負が今始まる。おか、お、お使いバトル。ちょっとま、少しまだ閉めてなんですけど、やばい、家がバレちゃう。ルールは簡単です。今から何らかの勝負をして、勝った人が家でいる、負けた人は買い出しに行く、そしてさらに負けた人は昼ご飯の買い出しに行くという過酷なバトルです。お使いも兼ねている。うん、あ、お使い兼ご飯ね。じゃあ、そう、敗者は何人だ。いや、もう一人でいいか。いや、もう、はい、負けってなった人全員行く。 OK。 もしかしたら一人だけ残ってゲームが決まってないのに、なんでそれが決まるんだ。まあ、なんだろうな、仮にじゃんけんを想定してるんだろうか、これは。じゃんけん、いや、なんか、あ、トランプあるぞ、トランプ。そう、じゃんけんみたいな、何に負けるか分からないやつにしたいな。どうする？もう、トランプで黒が出た人とかにする？あー、まあそういうことだな、そういう系だな。あー、もう赤が勝ち、黒が負け。うん、ワンサンプリやろう。第一サンプリビートボックス、うん、何も伝わってねえじゃん。よーし、赤黒、赤黒バトルでいく。ブラックジャックなんかな。いや、ブラックジャックやんないから。マジか、聞いてたわ。人の話を聞きたまえ。じゃあ、赤を引いたやつが勝ちで、赤が勝ち、黒は負け、黒は負け。シンプル。好きなとこから引いちゃっていいんだね。じゃあみんな一枚手に持ってもらって。うわー、なんてトランプだもん。黒のお出かけな。黒がお出かけ。黒のお出かけ。え？え？あ、そう、黒がお出かけ。黒がお出かけ。黒がお出かけ。よし。赤が勝利だ。これダメですよね、このトランプ。これひどいトランプだな。なんでこういうの買うの。ドンキ行ってたんだよ。じゃあ順番に見ていきますか。あなたは？拾った？持った持った。よし。で、りょうくん。勝ち。うわー、よし、お留守番。え、これ何、これ何、なんだっけ、ルール。別や。だから赤がお留守番だってすごいよ、これ食べてんだけど何回としみて話聞いてないか分かるからね。ほんと話聞かないぞ、これ。すごい。話聞こうとしてないんだけど。別や。いやー、あー、はい、練習しなきゃダメじゃん。俺が言い出したのに。お出かけ。バカ野郎。藤光。ボン。え、お出かけ。聞いてないな。決め割る。ゲイ。お出かけ。待って、俺一人で待つのは嫌だよ、だったら虫がね。あー、お出かけ。違うじゃん、俺が残るの。一人だけの、一人だけ。優秀。優秀。一番、一番何のゲームもしない人が残る。そうなんだ。うわー、まあ、決まったことは仕方ない、行きましょう。仕方ない。じゃあ、お留守番よろしくね。なんか、家であのプレフォームゲーム実況とかしてていいかな。やんねえよ。